しく。おい、はい、最近の若いやつはマナーがなってねえんだよ。すいません、喉から手突っ込んで内臓をかきましたよ。すいません、あのマナーって挨拶のことっすか。いや違えよ、テーブルマナー。テーブルマナーっすか。言っちゃないだから耳の穴かっぽじってよって言うとけ。はい、俺のママが。ママがテーブルママに厳しいんだ。テーブルママだから俺のパパも。パパもテーブルパパに厳しい。止まれ止まれ。でいヤンキーっぽくねえな。んてめえマジでヤンキーか。ヤンキーで確認するぞ。確認しろよ。てめえ最終学歴は高卒でや中卒だ。大学。大学院。ソフトテニスサークルだった。えで、成城石井でバイトしてました。ヤンキーっぽくねえな。んてめえ出身は茨城だ。いや東京目黒区。え自由が丘。あ親父の職業はトラック運転手か。財閥。財閥ヤンキーっぽくねえな。あとペットも飼ってっけ。あでイカチーやつな。お全部パンチパーマなんで。いいね。でも襟足はロン毛。いいね。ちっちゃいマスクしてんだよ。いいね、いいね。で、太いネックレスしてるトイプードルなんだよ。ヤンキーっぽくねえな。てめえ、愛車は。愛車だからダイハツ担当だい。出た、軽自動車。でも免許は持ってねえから。ママの送り迎え。マザコンも持ちゃんじゃねえか。マザコンじゃねえ。すいません、お前調子こいでどこにやっちまうからな。喧嘩したことないからやり方がわかんない。マザコンも持ちゃんじゃねえか。いい加減にしろ。あざした。